日本列島からは花は目立たないですが、原始的で貴重な樹木が知られています。そのような日本特産の木、高野牧、カツラ、山車を紹介しましょう。高野牧は東北南部から九州にかけて飛び石状に分布する一族一種で、日本に固有の針葉樹です。そしてこの一種類だけで日本特産の高野牧科とされます。高野牧は2枚の葉がくっついて1本の葉のようになった細長い葉を枝の先端部分に車輪のように広げます。この枝や葉の特徴は松の仲間のようです。高野牧はブナ林が広がる涼しい温帯域に分布しています。尾根筋の岩場が好きな樹木です。この林は九州椎葉の高野牧が混じるブナ林です。ブナ林の中にポツポツと高野牧は見つかりました。三角形の樹形が美しい木です。大きくなると30メートルほどの高さにまでなります。木材は丈夫で水質に耐え美しいので、建築材やいろいろな器具材に使われました。よじ登ってみるとちょうど松ぼっくりのような休暇がなっていました。この休暇は去年の春に咲いた雌花が1年半もかかってやっと熟したものです。休暇の形態は杉の仲間のように見えます。それで高野牧は松の仲間と杉の仲間の中間的な形態を持っていて、どちらでもなく高野牧だけで一つの花を作る日本固有の樹木と考えられるようになったのです。落ち葉をかき分けて伸び出したように、去年の春に芽生えた高野牧の子供も見つかりました。しっかりと生き残ってくれたら良いのですが、地球上にカツラとヒロハカツラの2種しか知られていないカツラ科も日本に特産的に分布する樹木です。しかしカツラは中国大陸にもわずかながら分布しています。カツラは谷沿いに多くてとても大木になります。カツラは大木になるだけでなく、よく株立ちになり大きく枝を張って、その樹冠は谷を埋めます。カツラは落葉樹なので、秋には黄色に色づいて落葉します。カツラよりは高い亜高山の寒い場所に分布するヒロハカツラは大木にはなりません。雪が溶けるとすぐに葉が開き、花が咲きます。その花には花びらはありません。若葉の間から突き出している針のようなものが実は雌花です。花びらがなく、雄株と雌株に分かれてはいるのですが、カツラの花は大変原始的な形態をしていると考えられています。雨の多い屋久島の森に見られる常緑の山車も大変原始的な植物だと考えられています。本州の東北地方南部から屋久島、朝鮮南部、台湾にだけ分布しています。林の中の屋久杉の切り株にタコのように根を張った奇妙な木に出会いました。山車です。よく見ると葉の間に薄緑色の花が咲いていました。花はたくさんの雌しべが中心に集まり、それを取り巻いてたくさんのおしべがありますが、花びらはありません。果実は熟すと茶色くなり種子を飛ばしますが、鳥や獣を呼び込むような美味しい果肉はありません。山車は一種で山車族を作り、それだけで山車科にされるとても変わった日本に純特産の原始的な植物です。高野牧やカツラ、それに山車はどれも日本列島に生育する原始的な植物です。世界的にも有名な樹木です。
このような日本列島を代表する原始的な植物たちが日本列島にこれからも生き続けることができることを願います。